こんにちは、ドクター熱血です。なんかめっちゃファンシーになりました。2月ということでね、バレンタインだとは思うんですけども、いやーどうなんすか。音楽も含めて僕は正直僕はまあブリーチっぽくないんじゃないかと思うんですけども、いかがお考えでしょうか。あとはまあブリーチっぽくないとも言えないのは、リルカがゲームに出てればわかるんですけど、おそらくこのゲームにリルカが出る頃までサービスが続いてるかどうかっていうぐらいにまだ先の話なんで、まあちょっとそぐわないなって思いますけどね。あとこの前ね、この前というか前回の動画でこのネリエルと思う新マユリを手に入れたんですけど、マユリがさ、左手上げてるようにしか見えなくて、最初なんだろうと思ったら、まあ、超人薬持ってるっていう感じなんですけどね。なんかでも、パッと見さ、なんか、おーみたいな、左手上げてるようにしか見えなくて、わかんなかった。回せばね、わかるんだけどね。はい。で、お知らせで、これも賛否なんじゃないですかね。メダル。再登場って。いや、期間限定って言ってたやん。ただ単に、新しいキャラ作るのめんどくさくなっただけだろ、これ。これどうなんすか？僕はまあ、室外とウルル持ってるんで、まあ、白いちごも出たから、残月交換するかな、みたいな。まあ、メダルが余ってるから、まあ、交換してもいいかな、ぐらいな感じですかね。まあ、クールタイム短縮もいいし、まあ、っていう意味で取ってもいいかなって思いますけどね。あ、なんだこれ、この3人バトルに登場なんですね。今俺初めて見たわ。期間を過ぎると交換できません。っていう復刻キャラですからね。もう意味がわからないね。まあ、メダルも余ってるし、ペッシュも交換するかな。地味な話で、バトルのところからしかメダル交換できないかもっていう人がいるんですけど、ここからもね、メダル交換できますからね。メダル今2020枚か。まあ、ペッシェと残月交換しても、まだお釣りが来るぐらいだな。まあ、ちょっと検討してきます。ね、星5キャラがいっぺんに増えたからね、全然、限界突破もできないし、お金もカツカツ、もう今1万しかお金ないですからね。そんな感じで。で、非常に重大な問題がありまして、ネタがない！話すネタがない！しかも、今日は月曜日アップってことは、これ、日曜の深夜に撮ってるんですよ。まあ、日曜の月曜の AM2 時24分です、現在。で、月曜日当直で帰れないから、僕火曜日の分もいっぺんに撮るんですけど、余計にないんですわ。今日明日の分のネタがなくて、動画のネタ募集でございます。一応ね、前回いただいたリンク、キャラリンクの方は作ってたら、今回またキャラが増えたから、もう一回ちょっと追加で作んなきゃいけなくて、ダメで、星4のおすすめとかも考えたんですけど、星4使わないからわかんないし、っていうところなんですよね。なので、これやってくれっていうネタ募集です。キャラ紹介もまだこいつらレベル100にするのにちょっと時間かかるんで、まだ間に合わないなっていうので。まあ、あと雑談最近やってないから雑談とか、あとはその需要を聞きたいんですけど、ブレソル放送？生放送？やるとしたらニコニコなんですけど、ニコニコ生放送を僕の込みでやる需要があるのか。いや、正直ブレソルって僕その動画毎日上げてるんですけど、生放送映えしないと思うんですよね。その公式がやるならいいの。公式やるならいいんだけど、一個人がやる生放送、何見せりゃいいの？イベント周回してる様とか、まあ共闘だったらまだね。共闘誰かやりませんかっていうんだったらまだわかるんだけど、どうなんすかねっていう。
一応僕今まで教頭の動画を上げてるのは全部その事前に自分で募集して、いや映っていいよっていう人のみ上げてるんで、教頭でランダムマッチで上げるってことはやってないんですよね。でそういう生放送がありなのかどうなのか、まあ本当ね、何やっていいか分かんないから、まあ、特にやってないんですけど、生放送を見てみたいっていうことだったらそれでもいいかなと思うんですけどね。さあで、今日はまあネタ募集というふうな話でいいんですけど、明日まあ明日の分の動画何しようかな。はい、という感じで今日はまあこのBGM と背景、そしてメダル復活は、メダル交換所の期間限定復活っていうのはどうですかというふうに問いかけたいという動画でした。いやーだってこのアランカル編が終わるのがいつだって話で、さらにそこからまあそこアランカル編が終わったら全て月島さんのおかげってなるんだけども、いやそこまで続くかなこの引き延ばし引き延ばしな、新キャラ出るまで3ヶ月間かかってのこの流れで大丈夫なのかどうか、はい、最後まで応援しておりますあ、ごめん、影すごいね、この真由里のこの影すごくない？足そぎ地蔵のしっかりとした感じとか、こういうさ芸が細かいところ本当すごいと思うんだけど、ドアカーブミラーとかさ、ああいうのすごいなと思うんだけど、いろいろ残念な部分ですよねという感じで、運営ディスって最後を締めたいと思います。以上ドクターネッケンズでした。お疲れ様でした。